どういうこと？はぁ？待ってつかーさい。つぼ。はーい、一筋縄じゃいかないのか。まあ2年前の事件なんで、関係してるのは最近の証拠なんでしょうが。ちょっと待ってくださいね。雷停電、僕はオフィスにいた、ともえちゃんがいた。はいはいはい。また自然に現場で手が加えられてたんだね。ともえちゃんの方に移動させてたか。はっきり言って熱度なんて僕はかかってない。確かにともえさん熱の事実を認めた。可能性があるとしたらこれはオッケーですね。同時やって、しかも雷停電。でもこの時って結構後なんだよね。この時って結構後なんすよ。傷の奥からナイフの刃先を発見。じゃあこの刃の先を誰が入れたねって話やんな。結局そこで行くか。その時現場には手が加えられてたんだね。ここも怪しいんですよね。なんでその加えられてたかってのが分かるかってとこですよね。壺いきますかね。ここに壺やってみるか。じゃあどう出るかね。一緒ですけどね。多分証拠法の2大原則ってことですよね。残念ですがそれは通りません。どういうこと？あなたの部屋からいくつかの証拠品が見つかったんです。例えばこの壺。それは先ほど提出された逮捕君。その最後のかけらはあなたの金庫から発見しました。ついでにもう一つ。先ほど提出した証拠品リストがあります。これもまたあなたのデスクから発見されました。何ですと？いかがですか、監督局長。あなたのオフィスから発見されたこれらの証拠品は？あなたが不正捜査に関係している何よりの証拠です。これ証拠法として OK なのかな。証拠法として、結局証拠法で、今回の事件との関連性が認められなかったらアウトなんですよね、これも。認められてないから。ってことなんですよね、きっと。言いたいのは。監督長、これは一体。怖いね、最近の弁護士もなかなか。勝手に人の部屋に入って勝手に人の金庫を開けるっていうのはいいのか。まずは認めるわけですね、捏造の事実を。誰が？僕？それとも君？なんで僕なんですか。だってさ、君僕のオフィス勝手に荒らし回ったわけだよね。そう捏造するのはさ、何も検察側だけじゃない。君たちだってできる。そうだよね、なるほどチェン。しかしその調査には捜査官が立ち会ったはずだ。見過ぎちゃんさ、違法は違法なわけだから、のこちゃんにも厳しいペナルティが与えられるはずだよ。なんとそう、もう首以外に何があんの。島流しですか。
とにかくあなたのオフィスから発見されたと言われる証拠品。現場の捏造も含めて詳しい証言をお願いします。やれやれ、まったく。さあ、次のところに行きましたね。最近の子は筋を通すってことを知らないから困るね、と。さあ、新たな証言リストに移動しましたね。壺のかけらとリストだっけ？君が持ち込んだんじゃないの？そもそもその証拠品、いつ発見されたか立証できるのかな？青影の判決が下ってから見つかった証拠なら無価値だよ、それって。だいたい僕が捏造なんてするわけないでしょ。現場を偽装なんかしたって何の得にもならないからね。切り崩しにくいこと言うなぁ、さっきから。あなたの調査。もう少しきちんと手順を踏むべきでしたね。あいつ警察局長をたらすむわけないじゃない。うぅ。何だったら訴えてあげようか、今後のためにもさ。申し訳ありません、局長。明日にしてもらえますかな。今日ほら、あれがありますから。調査の顔に免じて、でもその代わり、分かっておりますぞ。あそこですな。二人で何を示し合ってんの。揺さぶるっきゃないっすよね。じゃあ、一応得意の。証拠品と捏造の証拠。まあ、揺さぶりまくって、なんとかこう、見つけるしかないっすよね、隙を。バカなこと言わないでください。そんなことするわけが。まあ、言われてみれば、そんな度胸ないか、なるおちゃんには。そんなことはありません。僕も昔は神戸で、札付きのワールで。何を言い出すんですか、こんなところで。とにかく持ち込まなかったっていう証拠はないよね。今頃、きっと発見されているだろうし。発見？何のことだろうか。決まってるでしょ？ナルトちゃんの指紋。僕の金庫の内側にね。違法捜査の証拠になるね、これは。勝てるのか、こんなのに。強すぎるわ。強えよ。どういう意味ですか？あくまでも仮定の話だけど、例えば、壺のかけらを僕が金庫にしまったとしようか。でもね、それが捏造になるとは限らないわけ。発見された証拠品を隠したらそれは立派な。話は最後まで聞こうよ。問題になるのは、発見された時期ね、これが。え？時期？青かけの判決が下ってから見つかった証拠なら無価値だよ、それって。どういうこと？何を言ってんだ。つまりこのかけらは初期捜査で発見されなかったということですか。まあそういうことじゃないの。食品リストにないわけだし、裁判、青かけの裁判が終わった次の日ひょいと出てきたのかもね。そんな都合にいい話あるわけが。なるほど、あるのか。局長は可能性の話をしてる。それを完全に人にできない以上、何の机を叩いても君の手が痛いだけだ。まあね。感情ロールだったら負けるな。あ、いいね、その悔しさなんか。強えな。でもさ、考えてみてよ。だいたい僕は捏造なんてするわけないでしょ。怒らない、それこそ。可能性の話だってあるやろ、お前だって。なんでそんなことが言えるんですか？だって僕、犯人じゃないから。よーく思い出してよ。ダイオちゃん殺したんだよね。殺したという方はどうかと思いますが、結果的にその命を奪ったのはほおずき茜さんですな。まあね。どうかな、さすがに分かってくれたでしょう。現場を偽装なんかしてて何の得にもならないもんねか。今んとここう表現で切り崩せるところがないんですよね。それはどうでしょうか、監督局長。少なくともあなたは一つ大きな得をしているはず。へえ、知らなかったな。何だろう、教えてくれる。まあ局長に昇進してるからね。局長のポジションですよ、もちろん。まあ、それ得はしてるよね、そうそうそう。それは立派な動機になるはずです。ああ、めっちゃ笑っとる。舐められたもんだね、僕も。え？君、僕はそんなに無能だと思ってたの？どういうことですか？そんなことしなくても局長になってたってことか。だよね、そう言いたいんだよね。確かにあの件のおかげで収入は少し早まったかな。本当なのか、三剣。打ち合わせしとこうよ。そうなっていただろう。なんてこった。人差し指で人を刺すときはさ、差し替えされることもあるわけ。となればあなたが捏造する可能性は一つしかない。
自分のためではなく他人のためだった。これはいい切り崩しだと。バカだね、三つぎちゃん。僕、君も知ってるでしょ。バカね。自分のために生きてんの。いいや、この際はっきりさせておこうか。証言ちょっと変えるね。え、おい、どうしたよ。どうしたよ。自ら好きを作る可能性があるぞ、これは。ああ、助かります。好きがなかった。何のメリットもない。誰かに協力はずるま。いや、それがあるやろ。それはあると思うんだけどな。だから、ともえさんをいいように使うためやろう。ともえさんをいいように使うためだよね、絶対。あの子、妹ちゃんだっけ？彼女はかわいそうだから同情した。なんて考えなら無駄だよ。確かに、あなたは同情などしない。攻めに厳しく、人に厳しく。それが僕の生き方だから。さぞかし甘いのだろうな、ご自分に対しては。ああ！ば、大爆笑してますわ。いやー、面白いこと言うね、みすぎちゃんって。どうなんだろう、メリットは存在したのか。自分本位な局長が誰かのために捏造を手伝った。ともえさんでしょ。ともえさんでいくわ。ともえさんでいきます。あなたは人のために助けることはしないかもしれない。しかし自分のためならば誰かに手を貸すかもしれません。どうやら弁護人、どうしてもあなたは局長を人助けの大好きな優しい人にしたいようですな。そういうことではない。ちょっとこいつはもうガントよりだからね。では伺いましょう。一体どなたでしょう。ガント局長が熱情に協力する。それはもうそうやろ。ともえさんやろ。ともえさん一択ですよ。宝月智恵史跡検事。被告人ですか？そうやろ。これ一択っすわ。事件の流れを見れば、あまりにも明らかです。宝月茜さんが不幸な事故に巻き込まれた。彼女を一番助けたいのは、もちろん智恵さんです。そして、ガント局長は彼女になら協力する必要がある。理由がある。その理由とはもちろん、自分の利益です。そうね、局長であって検事局の頭をやったら両方抑えられるもんね。 SL95 事件に決着がついてから、宝月智恵さん首席検事として検事局へ配属されました。この移動を決めたのはガント局長、あなただそうですね。お、黙っとる黙っとる。しかしそれがどういう利益に。局長室、警察局の局長室から首席検事を自由に操ることができる。それはつまり捜査に関する全権を握ることを意味するのだ。もしかしてつまりいわゆるあれですか、捜査の捜査。まあね、そう捜査の捜査です。そう、 お見事よっ、うまい。ねずっちです。私は決してそういうつもりでは。いかがですか、ガント局長。あなたは宝月智恵さんの熱に手を貸したのです。彼女を首席検事にして自由に捜査するためにね。うん。これで押す通すか。なるほどちゃん。好きなこと言ってくれるじゃない。じゃあ聞けどさ。すぐ証拠ですわ。なんでしょう。お前ちゃんを操っただっけ。そんな証拠あるのかな。例えば彼女自身がそう証言してるの。それは。彼女は茜ちゃんのために沈黙を守っているんだ。証言なんかするはずがない。それでは話になりません。蜜助けて。あるいは、ありがとう。それこそが今回の事件だったのかもしれない。今回のと言いますと、どの事件ですかな。もちろん正しき道を捜査官の殺害だ。この事件における彼女の行動は一貫して不自然だった。まるで何者かに操られているかのごとく。確かに。みつるぎちゃんさ、今の君の発言どれだけ危険なものか分かってんのかな。どういうことですか。つまりこういうことです。ガント局長は正しき捜査官の殺害に関与している。そして宝月智恵さんを操って事件の隠蔽工作をさせた。マジっすか。ここまあここを取れたらでかいけどね。つうかここを取らんと無理やわ。静粛に。弁護人、今のあなたの発言本気なのですか。え、これはこの国の司法のトップに対する挑戦です。警察局長告発、殺人並びに脅迫で。ありえません。わからんぞ、そんな可能性なんてみんなにあるんや。